ようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回のテーマはこちら、新日本プロレスニュージャパンカップ2022 3.27 大阪城ホール大会見どころ&振り返りスペシャル、イエーイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマはつい先ほど終わりました、新日本プロレス 3.27 大阪城ホール大会の優勝決定戦以外の私がピックアップした全3試合の見どころ振り返り会という形になりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、ニュージャパンカップ2022の優勝決定戦に関しては別の、動画で配信させていただいておりますので、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。はい、という形でまずですね、私がピックアップした試合としましては、この日の第4試合でございます。第4試合、高道の子エルデスペラード VS 高橋裕次郎翔王。はい、この試合なんですけれども、これはかつてもこのシリーズずっとですね、翔選手がエルデスペラード選手の持つ IWGP ジュニアのシングルのベルトに挑戦させろ挑戦させろっていう形でもひたすらアピールしてると。でもそれに対してまだ、試合が組まれないっていうことに対して、翔選手がもう業を煮やした、とんでもないことが起こっちゃいますだねと、とんでもないことが起こっちゃったんですよ。そう、何かというと、先入場で、ハウスオブトーチャー軍が入ってくるんですけれども、ベルトかかってないんでしょう、まだタイトル戦決まってないんでしょうっていう形で、じゃあもう俺試合する気ないよっていう形で、翔選手がまだ鈴木軍入ってきてないのにもう裏に吐きちゃったんですよ。でまあ、リング上は高橋裕次郎選手だけになって、そこから鈴木軍入場っていう形で、高橋選手とデスペラー選手が入ってくるんですけど、まさかまさかその入場を襲うとは僕全く思えなかったですね。逆に翔選手どうやって現れるんだろうと思ってドキドキしながら見てたんですけど、まさかトーチャーツールですよね、トーチャーツールを持って、デスペラード選手の背後からバチコーンってぶちかまして、タカ選手にも一撃食らわしてっていう形で、もタカ選手はもうほぼほぼノックで、両選手とももうほぼそのトーチャーツールでノックダウンしちゃってるんですよね。だからデスペラード選手なんて、そのかなりドテッパラにも、そして脳天にもトーチャーツール食らっちゃって、かなり意識朦朧としてて全く試合できてなかったです。で、当然そのレフェリーはその一部始終見てて、高道の子選手を場内に上げて、もう裕次郎選手が確かビッグジュース食らわしたんですよね、必殺技のビッグジュース食らわしたはいいものの、まだレフェリーはゴングを鳴らしてませんとね、もう鳴らしてなくて、そしてデスプラでも高道の子選手はもう死にたいなわけですよ、そこの時点で。で本当はデスプラ選手はそれを助けに行きたいところなんですが、もう完全にもう場外でノックダウンしちゃってますと。で翔選手がレフェリーをもうほぼほぼ反強制的にゴングを鳴らさせて、スネークバイトを決めてギブアップ勝利っていう形で、だから試合タイムでいくと37秒で決まっちゃってるんですよ。でそのなんていうのかな、やり方に対して場内のお客様が声を出してブーイングというか非難の声を、翔選手に対してやるんですよ。もう帰れ帰れっていう言葉がもう僕ワールドで見てたんですけど、ワールド越しに聞こえてきて、でそこに対しても帰りますみたいな形で翔選手はもう煽るような言葉言ってるんですよね。多分その、おそらく最初はもう一人だけだったと思うんですけど、そこから複数にちょっと声が漏れ出して、翔選手はそれに対しても本当にまあいいのか悪いのかっていう言い方おかしいですけど、本当にトップヒールらしく、それに対してもう返すわけですよね。はいはい、ダメですみたいな形でやって、まあ、そこの、場内の、ね、お客様が、声を出してしまった。今当然プロレス界では声を出しての声援とかブーイングっていうのは禁止されてます。はい、禁止されてるっていう中で、まあ、正直それがやっぱワールドに入っちゃった部分もあってですね、結構、
なんていうのかな、そのツイッターの、SNS の中では結構それが問題視されてたりとかして、私も正直言ってまあ翔選手のやり方っていうところに関してはやっぱなんだこれと思いながらも、やっぱ声出しちゃうのはやっぱ違うんじゃないかなっていうふうに僕は思った次第なんですが、ある意味別の視点で見ると、あの翔選手がここまでお客様をヒートさせることができるぐらいのヒーローになったんだなと思うと、ある意味感慨深いものがあるなと思ってて、だから去年まだ六本木 3K やってた頃の翔選手に対してエル・デスペラーズ選手は言いました。もっともっとお前たちはプロレスを考えた方がいいと、もっと四六時中ね、あのプロレスを考えて考えて考えろよって言った結果がある意味今日のこの試合に現れてたんじゃないかなと思うと、デスペラード選手からしたらもうふざけんなよって気持ちは当然ある上で、ある意味また一人なんていうのかな、好敵手というかライバルが現れたなってっていう、認める部分っていうのもある意味あったんじゃないかなっていうふうに僕は、思います。一つの目線でね、良くないんですよ、良くないことなんですけど、ある意味そういった風にも言えるんじゃないかなと思って、ただやっぱりこのねやり方っていうのがありますからね、っていうところがありました。だから結構このやり方に関しては賛否両論、これからちょっと渦巻いてくるんじゃないかなっていう風に私は思いつつ、ちょっとこの試合をピックアップさせていただいたという形でございます。はい。ただやっぱりその僕ツイッターでも上げさせてはいただいたんですけども、この高道のくエル・デスペラーズ選手を相手取ってこれだけ一方的な試合展開になるって全く思わなかったんで、ちょっとハウスオブトーチャーというか翔選手なかなかやべえ選手に育ったなっていう風に思ってる方多いんじゃないでしょうかっていうところでございます。はい、という形でございます。はい、じゃあでは次のピックアップの試合いきましょう。次は第6試合になります。第6試合、高木慎吾高橋シロム組 VS リク統合イーヴィル組。はい、この試合でございます。こちらはロスインゴ VS ハウスオブトーチャーという形で、どうしてもいいのか悪いのかハウスオブトーチャー絡みの試合をピックアップしてしまったわけなんですけども、やっぱりここはニュージャパンカップから因縁が改めて再燃したヒロムとイーヴィル、この2人の間での遺恨がもうひたすら今燃えまくってますよねっていう中で、これね一つ印象的だったのが、高木選手はいつも通りこのガウンで入場、そしてヒロム選手はジャケットで来たんですよね。これなんか解説の方がおっしゃってたんですけど、ヒロム選手がものすごいきらびやかな格好している時あるじゃないですか。あれとジャケットの2タイプあると思うんですけど、このジャケットで入場してくる時はもう戦闘態勢ですみたいなことをおっしゃってたんですよね。でしかも今日はトロフィー持ってきてなかったんですよ。ベストオブザスーパージュニア優勝のそれもなかった。しかも先入場で入ってきて速攻2人とももうガウンとジャケットを脱いでました。もういつでも俺ら行きますぜっていうのがロスインゴサイドに出来上がってて、イーヴィル選手組が入場した時にヒロム選手がショットガンドロップキックで奇襲をかけるという形で、これ花道でのショットガンドロップキックでやる方もなかなか度胸いるなと思いつつ、この決勝は大成功っていう形でいきましたよねと。本当に。そして、試合中、そしてそのショットガンドロップキックを食らわした後に何がしてんだイーヴィルみたいな形をもうひたすら言いますと。だからお互いも本当に意地っ張りなんですよね。これは決まったかどうかはまだこの、動画撮ってる時まだわかんないですけど、イーヴィル選手の持つネバー無差別級のシングルのベルト、これをかけて両者が戦うのか戦わないのか、しかもこの両者がすごくなんていうのかな、意地っ張りだなと思ってるのが、もうこのネバーのシングルをかけて戦いたいんだったらおめえから言えよっていう形のお互いも言い合いをしてるんですよ。だからヒロム選手側からネバー無差別級ベルトをかけて戦えとは当然言わないし、チャンピオンであるイーヴィル選手から俺のベルトに挑戦してこいとも言わない。もう挑戦したい、させたいんだったらお前の口から言えよみたいな、そういう頑固な意地の張り合いっていうのがこの2人の中にある今の問題点ですよという中で、で実は今日この試合勝ったのはなんとヒロム選手がこのニュージャパンカップの対イーヴィル戦同様、イーヴィル選手の必殺技であるイーヴィルをディック統合選手にぶちかまして3カウント勝利と
いう形で、もうこれ以上ないぐらいイーブル選手からしたら、この試合後の表情、めちゃくちゃちょっと怒ってましたよね。もう苦虫を噛みつぶしたような顔ってのもこのことだなっていうぐらい、イーブル選手の表情から余裕が全くなかった。やっぱそのぐらい、やっぱりヒロム選手に対して今もう逃げたぎってる思いっていうのがあるんだなと。そして試合後、ヒロム選手は、イーブル選手の持つシングルのベルトに挑戦表明と思いきや、やらないよと。やりてんだったらおめえから言えよっていう形でやってますと。っていうところなんですよね。そして、今回この試合後に、バックステージでは逆に、イーブル選手がヒロム選手を襲って、同様のことを返すと。だからやりてんだったらお前から言えよみたいな形であって、この二人、まだ、やるっていうのは両者の口から言ってないんですけど、これはもう、ある意味、二人の関係性からしても、多分二人とも言わないと思うんで、これはもう新日本プロレスの運営側がもうとっととネバーのシングル のチャンピオンシップを次の両国で組んであげた方がいいと思います。もうそしてもう団体側が言うんだったらこれはもう決定でいいじゃんっていう流れにしないと、これはもう正直言って骨肉の争いというか、もう多分答えが出ないと思うんでね。これはもうぜひチャンピオンシップを早々に決めてほしいし、多分 4.9 で戦うことになるだろうなっていうふうに私は読んでおりますというところでございます。はい、てな感じですね。はい、今回この動画の最後の試合いきましょう。第7試合スペシャル8人タッグマッチ、タイガーマスク小島さとし、棚橋宏、岡田和志組 VS エル・リンダマン、ティーホーク、シーマ、藤波辰巳組。はい、こちらでございます。これね、もう私もツイッターで上げさせていただいたんですけども、完全に私独なカードが来ましたと。もうね、これもう見どころ何個あんねんっていうぐらいめちゃくちゃあるんですよ。まず棚橋さんね、当然棚橋さん、そして、ストロングハーツ&シーマ選手来ましたっていうところで、まず選手の見どころがまずこの試合にありますよっていう中で、そしてタイガーマスク選手がこの前の 3.1 日本武道館大会同様、初代タイガーマスク選手仕様のコスチューム&テーマ曲で入場してきますっていう中で、もういろいろ各選手がね、スペシャルな感じのものを用意してるんですよ。まさにスペシャル8人タッグマッチってのもこういうことを言うんだなっていうふうにくらいあって、そして藤波選手がまず最初出てきて、これは本当にね、誰がどうマッチアップするんだっていうのもものすごい見どころで、私の中では棚橋さんとシーマ選手の絡みっていうのがめちゃくちゃ見たかったなと思うんですけど、正直今日それはあんまり見えなかったですね。なぜかというと、棚橋さんの今回この試合のプライオリティっていうのが対シーマ選手じゃなく、やっぱり自分の憧れた選手藤波辰巳選手が目の前にいると。だとしたらもう戦いたいっていうのがもうすごく棚橋さんから出てましたよね。そして最初藤波選手が出てきた時に、棚橋さんが自分が行こうとするんですけど、それを岡田選手が制する。そして分かったよって形で、もう本当にもうまさにすごお母俺が戦いたかったっていう棚橋さんの姿がすごく印象的でしたね。そしてこの最初この藤波選手と岡田選手のマッチアップの中で、無我を彷彿させるような流れありましたよね。両足をネックロックに決めた後、倒立で、岡田選手がそれを返していくっていうシーン。もうこれはね、あれはやっぱすごく、なんかこう、込み上げてくるものがあったなと思って、やっぱり藤波選手のバックボーン分かってるからこその、岡田選手としての、やっぱ礼儀がそこにあったんじゃないかなと。やっぱり今の新日本プロレスのトップを走る岡田和親選手、そして新日本プロレス最強の証を持つ男じゃないですか。だからね、今の最新のプロレスをやってるのが岡田和親選手なんですけど、しっかりその新日本プロレス50周年の歴史の中を作ってきた藤波選手の歴史をもしっかりと自分は踏襲した上で、分かった上で今を作ってますっていう岡田選手の思いっていうのがあのシーンに現れてたなと思うと、深いなって思って、本当にその倒立を見た時にもう見てくださいと思いましたね。岡田選手普段あんなことしないじゃないですか。でも藤波選手の前ではやっぱりそれをもう見せてもいいくらいのやっぱりリスペクトがあるんですよ。それがあのシーンにすごく現れてたなって思ってて、すごい良かったですよね。で、他の見どころっていうところを行くと、あれですね、
小島選手とティーホーク選手のチョップ合戦ね、もうこれは、ティーホーク選手の得意技逆水平チョップありますよね。そして小島選手も逆水平チョップ、マシンガンチョップのもね使い手っていうところで、このお互いチョップの名手っていうところで打ち合い打ち合い打ち合いっていうところがすごくあれはもう見どころありましたよね。やっぱりその、おそらく一回り以上ですよね、一回り以上、キャリアも年齢も下なんですよ、ティーホーク選手の方が小島選手と比べても。それでもやっぱり同じ目線でお互いバチ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 チョップをかまし合って、もう本当に張り合っていくシーンっていうのがすごく印象的でしたね。本当にティーホーク選手ね、あのストロングハーツの中で、まあ、もっと言うと新日本プロレスとしてのストロングハーツの活躍って、やっぱりシーマ選手がやっぱりそのトップで、やっぱり今そのストロングハーツであり、グレートの素晴らしさを見せてくれてて、そしてベルトを抱えて入場しているあのエル・リンダマ選手も、あ、そのグレートっていう団体のチャンピオンなんだなっていう一つ証を持ってるわけじゃないですか。だからティーホーク選手ってあの一体どういう選手なんだろうって、きっと新日本プロレスしか見てないファンの方からしたらもう疑問に思ってる方が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、ティーホーク選手の技の中でのやっぱり一つの特徴的なものっていうのはその、チョップなわけですよね。かつては全団体のドラゴンゲートの団体でも本当にあのトマホークチョップの使い手みたいな名称で、戦ってた時もあったんでね、まあ、だからその、トマホーク略してティーホークっていうようなね、あのいつもあるあのそういった逸話もあるんでね、あの今のリングネームに関していくと、でかつ、全団体のドラゴンゲートではキングオブチョップっていうあのチョップの凄さを競い合うあのトーナメントみたいなのも、時々やってて、今はやってないんですけどね、結構数年前までやってて、そこでいつも優勝ギリギリまで、常にやっていくのがそのティーホーク選手だから、そのチョップの凄さっていうところに関してはもう折り紙付きなわけですよ。そして長年磨いてきたのがそのティーホーク選手のチョップっていうのがあるので、やっぱりそれは使ってきたキャリアがちゃいますよね。ティーホーク選手ってまだまだ若いんですけど、やっぱりそのチョップを長年磨き上げてきたものっていうのは、小島選手のマシンガンチョップとか、小島選手のチョップを相手取ってもすごいものがあるっていうのは今日の試合を見てもらっても分かってもらえるんじゃないかなっていう、僕は思いましたね、っていうところでございました。で他にも、見どころとしてはやっぱりその、棚橋さんのさ、もう最もプライオリティの高い対藤浪さんね、お互いドラゴン張り手をかまし合うシーンとか、あれはエモいっすよね。もうなんかね、棚橋さんのドラゴン張り手ってやっぱり藤浪選手のあのドラゴン張り手から来てるんだって思うぐらい、お互いなんか本当にフォームが似てて、やっぱエモかったっすね。本当に棚橋さんのドラゴン張り手ってこの人が元祖なんだっていうのを今日見れて、本当に得したなってみんな思ってんじゃないですか。僕は思いました。そして元祖ドラゴンスクリューを食らったり、そして棚橋さんのドラゴンスクリューを食らわしたりっていうね、もうドラゴン対決ですよね。本当の意味であの竜の系譜というかドラゴンの系譜というかね、それをかまして、そして藤波選手のドラゴンスリーパーも棚橋さんは序盤食らったりして、なんかあの話聞くと初対決ではなくて、結構棚橋さんが若手の時にも戦ったことがあるらしいですよね。だからそれ以来の対戦っていうところで、まあね、次もうね、いつ戦えるかわからないと思うんで、棚橋さんからしたら藤波選手を味わいたいっていうのがもう全面的に出てた試合だったなっていうのを思ってて、だからその藤波さんと戦える喜びっていう、棚橋さんがすごく楽しそうにね戦ってるシーンっていうのがものすごく印象的だったなっていうふうに僕は思った次第です。だからまあね、私の希望としては、棚橋 VS シーマが見たかったんですけど、それはまたいつかのお預けなのかなっていうふうに思いながら、見てましたね。はい。そしてこの試合なんですけど、決着はなんと岡田選手がティーホーク選手にレインメーカーをぶちかまして勝ちますっていう形で、まさかこの8人ね、タッグマッチのラインナップでティーホーク選手が3カウントを取られるなんて誰が予想したかなと思ってて、これはちょっと意外なあれでしたね。しかもこの岡田選手とこのストロングハーツっていうこの対戦構図も結構深くて、シーマ選手と岡田選手だけじゃないんですよ。当然このストロングハーツって全員ドラゴンゲート出身者だったりするので、ティーホーク選手からすると岡田選手は兄弟子なわけですよ。だから岡田選手からしたら弟弟子との戦いっていう中で、まあ、ある意味これはキャリアの差っていうところと今の自力っていうのが、その2人の中には現れたのかなと思ったりはするんですけど、
でも本当にその岡田選手をでもあの裏地獄に撮ったシーンは圧巻でしたね。あの巨体長身の岡田選手も裏地獄で投げ切れるだけのパワーが、T ホーク選手あるんだなと思うと、ある意味ナイトライドさえ決まってしまうと、これは T ホーク選手も一発あり得るぞと。だから僕ツイッターでも上げさせていただいたんですけど、このなんていうのかな、岡田 VS T ホークのシーンになんか未来のシングルマッチを見たなと私は思ってて、いつかこの2人の戦いシングルで見てみたいなと思ったのは私だけでしょうかっていうところですね。はい、っていう形で本当にね、全員が全員もう大活躍、素晴らしいものを見せてくれたなっていう中で勝負を決めたのは現 IWGP 世界ヘビーの岡田選手ですという形でございます。そして試合後はストロング初勢はもう先に帰って、藤波選手を中心にこの、5人で、ね、勝者チーム&藤波選手で全員で手を挙げるっていうシーンがあって、もう本当にね、あの今の日本プロレスがレジェンドに対してものすごく敬意リスペクトを払ってるんだなと思ったシーンがそこに現れてたなと思って、だからもう50周年っていうのはあのこの前の日本武道館大会1試合だけじゃなくて、これからもやっぱりその、先輩え、もう敬意を称すリスペクトっていうのは常に持った上で新日本プロレスは先に先に先に前に進んでいこうっていう決意をそこに感じた次第ですというところでございます。はい、というわけでこの、動画はですね 3.27 のですね、あの見どころ振り返り会という形になりました。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集させていただいております。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてみたいな形でどしっとぶつけていただければ、ちょっとお時間をいただくかもですけども、形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからもこの動画のリクエスト、皆様よろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただいて、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクの動画を楽しみにしていただければと思っております。というわけで、最後までお付き合いいただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。